誰もいない。誰もいない。どうも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 、まあ、この家どうなってるんですか、すみません、お騒がせしました。あ、いえいえ、お騒がせしすぎですよ。はじめまして、はじめまして、家庭教師をしに来ました、はい、長沼と言います。どうぞ。長沼さん、千原です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、銀融科学者。ああ、銀融科学者ですね。広島大学大学院ので教授されてるんですか。うん、准教授ね。准教授、ええ、あ、なんか初めてちゃんとした家庭教師ですね。はい、なんかありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。あれはおいくつの時にあの宇宙飛行士。ね、35歳ですね。すごい。はい、それ何をやるんですか。いろんな試験あるよ。いろんな試験あるんですね。勉強学科もあるし、はい、その後体ね、フィジカルと、はい、あとメンタルもあるでしょ、はい、ね、尿おしっこを全部こう集めるわけよ、はい、1日の尿をね、はい、でそれでまあ腎臓機能の、はい、まあ、チェックすると思うんだけども、2つの考え方あるのよ、はい、あの腎臓機能の素晴らしさを証明するためにやたらガバガバ飲んでやたらジャンジャン出すわけね、はい、もう一個は宇宙行ったらそんなジャバジャバ出したらまずいんだから、はい、出さないでおこうと、でどっちが正解か分かんないわけじゃない。だいたいそうかそうか、それ聞かされないわけですね。そう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 、はい、どっちにしたんですか。僕はジャバジャバ出す方なの、はい、で反対側の人もいたわけよ、はい、全然出さない人もいたわけよ、はい、で正解っていうか、まあ、受かった野口聡一さんって言うんだけども、はい、野口さんは結局真ん中だから普段通りってことですか。うん、でいろんな試験があるわけじゃん、はい、結局さ蓋を開けたら、はい、野口さんって全部真ん中、はい、で僕は言ったよ、そういうことか、野口さんに、はい、君は偉大な凡人だねって。はぁ、名言ですね。は、先生よろしくお願いします。先生らしいですね今日は、はい、あ、なるほど、君は偉大な凡人だねと、はい、平均点取り続けるっていうね。そうそうそう、でそれもそれですごい難しいことですから。それは難しいですよ、ね、え、うん、え、他は何やってるのあるんですか。あれなんか深海は、うん、潜ってあるんですか。大体もう1000から2000、うん、あるいは3000、4000と、はい、それ体どうなるんですか。体はね、あの潜水船の中は、はい、あの1気圧だからね、何にもないですよ。ああ、そうなんですか、うん、え、じゃあ、 あの例えば耳抜きしたりとかしなくていいんですか。うん、いらないいらないいらない、もう普通の感じですか。普通の感じですよ。それ深海で何しはるんですか先生は。あ、まあ言ってできること限りあるけどね、はい、まあ見て観察して、はい、状況を把握でね、はい、それからもう一個は、あと変な深海生物がいたら、はい、それを取ってくるってことが大事だね。え、先生その見つけたことあるんですか。うん、まあそれが仕事なんで、はい、うん、何見つけました。我々が発見したものとしては、うん、あのパックマンみたいな、ゲームでパックマンだった昔、あれそのまんま形した深海生物がさ、海底からニコとか立ってる、パドあんな形ですか。あんな、こんな感じ、こんな感じ。でさ、ほんとほんと丸いんですか。丸いんだよ、こんな。え、それ先生見つけたんですか。うん、え、その生き物の名前なんて言うんですか。え、大口ボヤ。え、前世付き合ったんですか。まあ昔から知られてたんだけどね、はい、それが実際に深海の底で生きてる姿ってのは知られてないんだよね、はい、しかもね、うじゃうじゃいんの。食べれるんですか。ああ、大口ボヤはね、あんまり美味しくないね。食べた、食べた。ああ、まあ食べたっていうか、一応ね、あの官能試験って言うんだね、はい、あの口でテストするっていうことね、はあはあはあ、食べたっていうとこう部屋あるから、ね、なるほどね。それはあくまでもテスト試験で。そうそうそう、ね、口でテストしました。どれくらい潜ったんですか。僕は場所、うん、回数はね14回で少ないんだけども、まあ、もっと深さは1000メートル足らずから4000メートルでも深い場所まで。そんな長く潜れないですよね。ね、だいたいね、日本の潜水船だと、はあ、役所なんで、はい、9時5時。あ、そうなの。9時5時なんすか。ロマンないっすわそれ。もっとね、東京みたいなこう夜中も行くとかじゃないんですね。まあ必要があればね、やることもあるんだろうけども、はい、まあ、基本形は9時5時だね。そうなんすか、はい、え、先生は何屋さんって言ったら何屋さんなんですか。その海底を調査する人のが、うん、大体深海生物が
主で、はい、それの中でも特に微生物、目に見えないような小さい生き物だね、はい、それを専門にやってきました。それなんでいろいろ地球がこれだけあって、なんでまず海底やったんですか？ちょうど僕が高校生の頃に、はい、海底火山に変な生き物が発見されたのよ、はい、でそれがさっぱりわけわかんない生き物ですよ、はい、でそれに16歳の僕は心惹かれるわけ、はいはい、その海底火山の周りに例えばどんな生き物がいるんですか？これ名前はね、はい、チューブワームっていうのがチューブワーム、うん、はい、まあ、海底火山の周りになんかどうなってんすか、あいつチューブ、チューブの先端に赤っぽいあれはね、あれが一匹じゃなくてあれもうブワーッ、あれもう無数にいるわけよ。あ、無数にいるんすか、うん、チューブワーム一匹はどれぐらいのサイズなんですか？一匹はいろいろあるんだけども、はい、あれだと太さが2センチぐらいかな、はい、高さで4、50センチあるんじゃないかな。4、50センチは結構長いですよ、うんうん、で大きいものはね高さ3メートルに達するんだ。それのあれは塊というか集団なんですか？そうそうそう。めっちゃ気持ち悪いですよ。気持ち悪い。いや最初はさ、そう思わないんだよね、うん、なんかお花畑に見えるのよ、お花畑かもしれない最初は。海底のお花畑でそれはだからお花じゃなくて動物なわけよ。植物じゃないんだ、動物。これ光が届かない暗黒の深海底だからさ、植物って光がないと死んじゃうじゃん。そうですね。大体海底火山でどれぐらいなんですか？大体水深がね、はい、2000から2500メートルのところが多いかな。そこのカニと、うん、我々が普段食してるカニは同じカニなんですか？もちろん種は違うんだけども、はい、種類はね、まあ、同じ系統といえば系統ですね。じゃあ同じようにカニ味噌は美味しいし。ああ、なんかね、やっぱ火山の周りに住んでるから、はい、なんか臭いんだよね、硫黄臭いの。だからこいつ自体にも映ってんすか？カニ食ってもね、エビ食っても、はいはい、貝を食べてもチューズワーム食ってもね、なんかチューズワーム食ったんすか？美味しいんすか？まあ、だから硫黄臭いんだ。食感どんな感じなんですか？チューズワームに関して言うと、はい、なんかグチグチしてんの。どんな感じですか？純菜みたいな。いや純菜なんてもんじゃない、もっとえぐい。なんかね、固まってないソーセージみたいなやつ。多分ソーセージってなんか一応グチグチしてんじゃん。なんかびっくりした。南極の下に未知の生命体。はい、はい、まあ、深い海の底とかね、はい、地底とか行くけども、はい、まあ、地球儀の一番底も行くわけよ、はい、南極、はい、でついこの間まで行ってたんですけども。そうなんですか？うん、第52次南極観測隊で。はい、先生南極は何回目ぐらいですか？南極は3回目ですね。すげえ。行ってみたい、連れてってください。グアムでも2回ですよ今回はどうやったんですか、行かれて？まあ、南極大陸はこうあるんだけども。あ、これ南極大陸ですか？大陸ですね、はい、日本の30何倍なんだけども、はい、まあ、これ端っこの方はね、はい、あんまり雪も氷もないとこあるんですよ、はい、まあ、そういうところには普通に池や湖があって、はい、その湖の底に変わった生き物がいるから、はい、それを調べてこいと言われたのが今回の仕事でしたね、はい、それは僕にとっては、なんていうか前哨戦っていうか練習編なんですね、はいはいはい、本当の目的は、はい、この分厚い氷の下にね、はい、さらに湖があるの。氷をじゃあ割ると固まってないってことですか？うん、そう、まあ、割るって言ったら2000メートルあるからね。2000メートルの下に湖があるんですか？そうそう。それはなんで分かったんですか？人工衛星で南極見たら、はい、一部だけ氷が真っ平なとこあるのよ、はい、氷のね表面の形って、はい、氷の底を反映するわけね。山があったら盛り上がるし、はい、谷があったら下がるしね、はい、真っ平って一体何だろうと、はい、レーダー探査したらどうも本当に真っ平なところがあるぞと。でいろいろ考えた結果、これは湖でしょ。今そういった湖がね全部で150とか160個あると言われてるんで、ね、南極大陸の中にですか？下にね、下にね湖が、はい、うん、でその中で一番大きいのがここにあるんだけどね、はい、これはボストーク湖って言うんですよ、はい、ボストークレーク、うん、はい、でボストーク湖ってのはね面積が琵琶湖の20倍あるの。おお、でたまたまそこの真上に、旧ソ連ね今のロシアが基地を作ってたんだね。それでもうひたすら掘るわけよ。でまあここはねもう2000メートルどころか3000数百メートルの氷があってさ、でその下に間違いなく湖があって、それはおそらく凍ってない液体の水である。それで掘り続けてもう何年経ったかな、いよいよあと50メートルまで掘ったんだ。もうすぐですよ、うん、はい、多分次の南極の夏
まあ、日本でいうと、まあ、今度来るクレカ賞この、うん、にそう貫通するんですか。貫通する可能性高いね。すごい楽しみですね。すごいっすね。それで生き物がいる可能性があるんですか。この氷のすぐ下、はい、まあ、接してる部分の水が凍ってるんだけども、はい、そこの氷は回収したの、はい、でそこの氷の中見たら微生物がいるんですよ、はい、やばい。これがいたんですか、うん、氷の中に。そう、はい、でなんせねこれも、はい、この元々湖があったところにでかい分厚い氷が乗っかったのが今から3000万年前なのよ。だから過去3000万年間隔離されたわけ。すげえ。だからここでさ独自の進化を遂げてるかもしれないでしょ。3000万年かけて、うん、でそういった湖が150個とかあるんだよ。その南極大陸の下に氷の下に湖があるぞって分かったのは何年前ぐらいなの。この10年ぐらいの話です。10年ぐらい、うん、じゃあこれ何年かけて掘ってるんですか。これもだから10年ぐらいかけて掘ってるんだよ。たった言うたら10年でもう今年のね正月に貫通するかもわからんって言うんですよ。そんなことちょっとそれ考えたら富ヶ谷の工事あれいつ終わるの。本当だ、ね、本当だ。俺15年前来た時やってたで、まあ、いつ終わるんですか。確かに何掘ってるんですか、あそここれを導入していただきたい、ねえ、まあ、氷と地面はねわけ違うから。わけ違うんですか。ここの水のとこってどれぐらい広いんですかね。まあ、琵琶湖の20倍だけども、で深さも多分数百メートルある。すごい。数百メートル。人入るんですか。人今掘ってる穴はせいぜい10センチぐらいなんで。不思議やな、目で見たいですね。だからさ、何がいるの、ここの湖ね、はい、もう3000万年間蓋を触ってるわけだから、はい、多分水中の酸素がなくなっちゃってるかもしれなくて、はいはい、そうすると大きい生き物がいないっていう説が一個あって、うもう一個はね、まあ、いろんな難しい理由によって、はい、逆にここは酸素がたくさんある、はい、っていうかありすぎるので、はいはい、大きい生き物がわさわさ酸素呼吸しても大丈夫。うわ、そっちの説ええわ、うん、そっちの説がいいですよね、うん、この氷ってもともと雪が降ったもんが押し固まってできてるのよ、はい、だから雪の地層と思っていいんだけどもね、はい、雪ってなんかほら何割か空気でしょ、はい、で押し固められるから空気が圧縮されるから、はい、だから南極の氷なんかさ割ってほらお酒飲むとパチ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 って音がするじゃん、はい、あれ空気が空気なんです、ね、圧縮された空気がパーンと弾けるからだね、はい、でその空気が、まあ、ずっとそんな形でここまで来てて、結局その空気がこっち溜まってる、出てきちゃうね。逃げてるってことこっちに、うん、あるいは湖の氷もそうでさ、はい、水って凍るときには、はい、できるだけ純粋に凍るとするのね、はい、だからいろんなものを出しちゃうの外に、はいはいはい、そのもちろん空気も出しちゃうから、空気も出そうとするから、そうするとここで凍った部分だけ空気が水の方に移動して、じゃあもうもしかしたらパンパンかもわかんないですね、ここは。そうそう、ほんなら大きな生き物がいると、いてもいいんだよね。はい、これね、過去3000万年間も隔離された貴重な生態系でしょ、はい、そこにねもう何も考えずに穴掘っちゃったらさ、はい、なんか汚染を持ち込むでしょ、はあ、結局穴掘りの道具だって、ね、なんか変な、はあ、なんとか菌がついてるんだから、はあ、これはそのまま入っちゃったらもったいないじゃないですか、はい、変わりますもんね生態系が。そうそう、その機械がちょっとその湖の水にピチョンとつくだけでグワッと変わるでしょ、うん、もったいないことですよ、はい、だからね、そのちゃんとそういうことがないように汚染防止の手立てを考えてから貫通してくださいとロシアに言ったわけよ、はい、でもロシアの人はもう掘りたい一心でさ、はい、お構いなしにガガガと、はい、で我々はそれに対して、その掘るための規則を作ったの、はい、で僕はそれの、委員の一人として参加したんだけども、はいはいはい、でまあ、これこれこういう手順でやってくださいと、はい、でロシアもそれ守るのか守らないのか分かんないで掘ってる、はい、どうなっちゃうのかなと思ったら、はい、なんとロシアの機械が壊れました。はい、それでその年はストップ。そうなんですか。じゃあ逆に良かったですね。壊れて。ほっとした。いや、それ壊れてなかったらほんまむちゃくちゃなってたかもわかんないですね。また掘り始めるんで、はい、まあ、今度の南極の夏、はい、日本のお正月あたりには、はい、貫通しちゃうだろうと、はい、まあ、その時には一応ね、いろんなこと考えてやってくれると思うんで、はい、ちゃんとわかんないですけど、まあ、簡単に言うと殺菌してなとか。そうですね。あ、その委員会、委員の一人なんですか。はいはい。あ、すごいっすね。すごい。じゃあなんでそんなワンピースの T シャツ着てんすか。ねえ、ほんでこんだけ南極の話してんのにこの人ハワイって書いてるんだよ。下下下下。